松浦照之君。皆さんこんにちは。こんにちは。一般質問最後の日となりました。トリを務めます自由民主党会派絆の松浦でございます。藤木議員さん聞こえますか？OK ですね。市長、今日は私は非常に嬉しいございます。市長のネクタイも赤、私のネクタイも赤、一つ情熱を持ってぶつかり合い、市民の新しい、市民のための新しい答えが出ればと思っております。さてさて、横道はそれだけにいたしまして、最初にあたり一般質問の機会を与えていただきました市民の皆様に厚くお礼を申し上げます。皆さんもご承知のように、品物に例えれば比較外の議員であります。ゆえに自分らしく背伸びせず、そして自分の体験学習の中から体得したこと、実践して学び感じたこと、噛み砕き、そして面白く優しく自分の思いを訴えてみたいと思います。そういう意味で今日は一答一問方式を取らせていただきます。項目は大きい項目で7つ通告をいたしております。7つの大きい項目の項目は、質問席にて行います。松浦照之君。大きい項目の1番目、第一次産業加工農業支援策について、小さい項目の加工品ブランド化の項でありますが、今皆さんもご承知のように、新聞紙上では TPP という農業界にとって大きな問題がのしかかっております。そこでですね、その TPP がの参加されようが参加されまいが、農業として生きていくにはやはり付加価値をつけ、要するに農産物に付加価値をつけ、新商品を開発し自分で売ることだと、そういうふうに思っているわけでございます。そこで、小さい項目の付加価値加工品ブランド化についてですが、先ほど冒頭言いましたように、噛み砕き訴えてみたいと思います。私が最初の議員に立候補した出陣式の日ですが、何せですね、私にはおどか、そして挨拶はしてん、粗暴性ある、いろいろのですね、まあ傷だらけの人生ではございませんけども、傷を背中に負いながら立候補したわけであります。そこで出陣式の時の挨拶、自分をですね、おこぜに捉えました。おこぜ、皆様ご承知のように、おこぜというのはグロテスクで見かけは悪ございます。しかし料理の仕様ではですね、味噌汁の味も出し切り、生々でうまい、
唐揚げは唐揚げでまたうまい。料理の塩が悪かったら毒で刺す。まあ私にぴったりだったんです。そこで支持者の皆さんに、私をうまいところ料理してください、いろいろな味を出しますよ、間違ったら毒で刺す、まあそういうような挨拶をしました。これをですね、品物に例えれば、要するに私みたいな規格外の品物がいっぱいあります。しかし料理の塩では非常にうまい味を出すし、また商品として値打ちのあるものになると思っております。そこでその商品開発、要するに新しい商品開発、ブランド化、それに対してどのような支援をされているか、そして今後の方向性はどうしたものかお聞きをします。湯野農林水産部長。皆さんこんにちは。こんにちは。松浦議員ご質問の1項目目、第一産業括弧農業支援策についての加工品括弧ブランド化についてお答えいたします。まず農産物に付加価値をつけるための加工品開発に対する市の支援としましては、今年度から八代市新商品開発支援事業を実施いたしております。この事業は八代産の農林水産物を活用し、従来にない加工品、または従来より優れた加工品を開発する者に対して、開発費用および開発後の販路開拓費用などについて補助するもので、補助金の上限は50万円でございます。この事業に9件の応募があり、審査の結果、7件の事業が採択となった次第でございます。その内容としましては、菜の花米を使ったクロス作り、バンペイを使ったサブレの開発、尺アイを使ったアユの一夜干しなどでございます。次に県の補助事業、地域づくり夢チャレンジ推進事業の農業部門では、イクサアロマの開発プロジェクト、トマト加工品プロジェクトの2件が採択されました。この事業は地域資源の活用に取り組み、新たな農産物、特産品、農産物加工品等の開発に関わる経費を補助するもので、補助額上限が75万円、補助率が2分の1以内でございます。このほか、平成18年から19年度にかけて、JA 八代が事業主体となり、県、市の職員も技術開発から製品まで携わった八兵衛トマトを利用して、ドライトマトを開発されております。また、この製造に必要な遠赤外線乾燥機は、平成19年度の八代市元気が出る産業活性化支援事業を利用されたところでもございます。この商品は県内や東京のホテル、レストラン、食品会社等にも納品され、大変好評と伺っております。議員ご案内のとおり、これから農業にとって農産物に付加価値をつけるための加工品開発は大変重要であると認識し、市としましても引き続き支援してまいりたいと考えております。以上お答えといたします。松浦照之君。開発費用および販路開拓用ということで、上限が50万円、それから特産品、農産加工品等の開発に関わる経費を補助する補助額が上限の75万円と、まあ、いろいろと支援施策をされていることが分かりました。そして農産物に付加価値をつけるための加工品開発は重要でありますので、
市としましても引き続き支援をしていきますという答弁をもいただきました。そこでですね、これは要望になりますが、できればですね、八代には山あり海あり平地あり、いろいろなものが産物がいっぱいあります。そこでできればですよ、健康食品あるいは化粧品、そうした新商品開発をですね、八代には熊本甲子園もあります。そうしたところと連帯を取りながら、そして予算もたくさんつけてもらって、市長新開発事業に足を出してもらいたいと思います。このことを要望いたしまして、この項を終わります。以上、松浦照之君。第2番目の項目の市長の政治姿勢についてお伺いいたします。市長は就任されましてもう2年過ぎたわけでありますが、いろいろと努力はされていると思います。私の頭に残るものは人員野球、あるいは第一産業化していか、スポーツ王国の設立とか人員野球とか、いろいろの施策を並べ、政治に励んで、良心に励んでいられると思いますが、私からですね、見たら、考えたら、どうしても顔が見えにくい、福島市政の顔が見えにくい、そのような思いをいたしております。そこで、市長がどのような考えで、考えを持って、政治を行っておられるかお聞きをいたします。市長福島和俊君。あっという間に市長になって2年、4ヶ月が過ぎようとしております。最初から私はそれだけの実力があって市長としての器があるというそんな自信はありません。しかしながら自分なり政治正義頑張ってまいりました。今松浦議員から言われました、顔が見えない、色が見えない、それどんな色かどんな顔か分かりません。よって私はあと残されました1年9ヶ月命かけて頑張りたいと思います。以上です。松浦照之君。市長さん、えらい飛びの女子になったな。短く簡単に分かりやすく感動いたしております。それでは一つ例を挙げてみたいと思います。市長が言われている、これ一つの例ですよ、スポーツ王国設立、そしてそのスポーツ人口を増やし呼んで市の活性化をいたしたい、悪い施策じゃないんです。そうすればですよ、今度は環境センターもできます。そう、熱いお湯が出るんですが、八代市には公認プールもありません。それと並行して公認プールを設立とか、あるいは相撲場を作るとか、そうすると今の南の運動公園の中心としてですね、1キロ四方をスポーツゾーンのゾーンにするとか、そうした駒を打つ施策を打っていく、そういうことが、本当に市長はスポーツ王国の設立を念頭に置いてやってるんだなっていう顔が分かるわけです。だから私はですね、10人が10人100が100、それいいようにはできませんよ。だからですね、非常に例え悪いんですが、きれいな老人形、悪く言えばぬぺっとした老人形、何も魅力がない。きれいな顔はですね、やっぱ悪党ですよ。だから、おこじじゃないんですが、目、鼻、肩、ばっちり、例えば、福島市では鼻は高いとか、目は細いとか、すぐですね、分かるような、やっぱりリーダーシップを取ってもらいたい。そのことを、お願いを申し、この項を終わります。以上。
松浦輝幸君、そこでですね、今度は角度を変えて、ちょっとまた先はありませんが、かみしめ、砕き、訴えてみたいと思いますが、七中の敷地の問題、ご市長さんに本当お世話になりました、軍畜の皆さんは大変喜んでおられます。代わってお礼をまず言っておきます。あの敷地はですね、うちのおばさん方なんです、親戚なんですそこでこれ 7,8 年ぐらい前からですね、軍畜の PTA の皆さん、軍畜の皆さんがあの土地は欲しいと、市長もご存じの一番稼働ですので、欲しいと言われていた松浦議員、どやんかしてくれんかことも聞きました。しかしですね、あそこのおばさんがですね、4人の子供を投稿しながら立派に育て上げられたんです。で、あそこの工房にはですね、苦労の足へ、喜びの足へ、涙の足へ、いろいろなものが詰まっとだから、おらね、ここで死ぬっていうのを常々言っておられたもんですので、私も板挟みになって動きゃならなかった。ところが、3年前だったと思いますが、娘たちが、やっぱり心配して家に見に来る番もんですので、施設に入れたと、そういう話を私にも しましたので、それから2、3ヶ月経ったぐらいだったわけですね、見舞い方々見に来ました。そしてそのことを、もうおばさん、ここにおれば、あそこの土地は、どやんかの軍畜のためにしてくれんかと、そう言ったんですが、その時まではまだまだノーだったんです。そうして、1ヶ月ぐらい経ってから、まあ、見合い方は言ったんですが、その時はですね、ここはよかって、ものすごく、ね、コンパクトにして、もうすぐベッドの横がすぐテレビ、冷蔵庫、してタンスといって、しかし、相番でもいいような作りをしてあったですよ。もうこれは、うちよもよかぞということを言われましたので、もうこの際だと思って、なら、おばさん、あの土地場、殿下、考えなしてよと、その時もでも、前と考えさせてくれだったんです。それから、今、畳みかけんといかんということで、1週間ぐらいして、また行きました。そしたら、照之も自分に任すと。ところがですね、その後、主は議員だろうが、いろいろありゃせんかい、見るだけは心配しとったいと言われました。そこで私は、おばさんは心配すんなって、これは公共性に飛んどるんだと。そして、おがあたか 1%、2% 金ば取ってばしぶかと。そういうことでですね、そういう心配いらん。そうしたら、んな分かったと。そう言われましたので、すぐ七中の PTA 会長のところに行き、同意書と請願書を出せと、作れと。そしたらもう1週間もせんうちに2000か3000集まりました。そこで PTA の役員さんたちに私が言ったのは、これを持って行って、要するに総社協のやつが、市政協力員さんたちが集まる 会議があるんですが、そこに持って行って、うちの総社協からあげろと、そういうふうにして、市の方に上がっていったわけです。まあ、そうした努力が実って、まあ、市長も理解もあってですね、1年目はだめだったんですが、今年買収ということになったわけであります。そこで私が言いたいのは、政治家たるもの、このために足を流さんばいかん。ただし、自分のこととか、そういうことに足を流してはならん。そういう、私は哲学を持っています。そこで市長に聞くわけですが、この私の哲学は、をどう思われるかお聞きします。市長、福島和俊君。大変尊敬する政治家じゃないかと思います。ただこの物件は子どもたちにために手配をしたと
ということだけは間違いありません。だから議長、松浦照之君。ここで綿木さんでしょうか。市長も私の政治哲学は理解されたと思っております。そこで、次の項の事業仕分け、何番目かな、これは3番目の事業仕分けについてお伺いをいたします。これもですね、また噛み砕いて訴えてみたいと思います。15年か20年ぐらいになりますかね。もう要するに、イブサが青いダイヤだって言われた頃、金いっぺん取り寄ったんです。金が、これを井戸に例えればですね、井戸は汲まんばわかん、そういうような感覚でバンバン汲みました。ところが、まあ、時代も変わったんか知りませんが、ちょろちょろしが出てんごになったんです。まあ、あんまり使いすぎたということですが、どやしく誘い水をかけても伝言になったんです。そこで一応節約っていいますか、辛抱せばということでもちょっといろいろ考えをしましたが、おつかん。そこで私が取り組んだのが、今現在やっている農産加工なんです。もう8年か9年になるわけですが、新しいやっぱり農業の道を今はこれは還元といかん、これから先の農業はどうやっていけばいいか、やっぱり作るだけじゃダメだって、その品物を付加価値をつけて、そして自分で販売する、今でいう第六次産業のまあ卵みたいなものですが、それがですね、やっと近頃はですね、まあちょろっとぐらい水も出るようになりまして、まあ、年に盆正月ぐらいは、ネオンガイにも協力ができる、まあ、そういうことになりました。そこで私が言いたいのはです、ね、何を言いたいか、いいときには、やはりこう事業仕分けが、そういうようなことです、ね、事業仕分けみたいなものをして、まあ、堅実にしていく。悪いときはですね、まあ、事業仕分けは悪いと言わんですよ、私は。事業仕分け悪いときはです、シャバが悪いとか、我が家がきついときは、やっぱり挑戦せんばいかんと思います。チャレンジ精神で、やっぱり資本も負担ばいかん。私もですね、たかが農産加工の小さなものだったんですが、そのときだったて、アンネリキとか、ヨレイコ、ホレイコ、工房の改築とか、やっぱり3、400万は資本をかけました。それかやって今人にやっと盆正月ぐらい、まあ、日本外の活性化もできるようになったわけですが、そこで私が言いたいのは、その今事業仕分けはいいんですが、その事業仕分けをされたそのままでは私はダメだと思います。そこで事業仕分けをされた、それを基本としてですね、新しい、政策提言とか、まあ提言型会議とか、まあ、そうした組織を勝ち上げる考えはないのか、市長にお聞きをいたします。市長、福島和俊君。はい、私が事業仕分けに対する思いと、議員が生まれる点は少し違うのかなと思いますが、私はこの市役所に入る前、いわゆる市長になる前、そしてまた市長になってからも、一番行政の欠点は、以前からこうやってきたからと、以前からこうだと、前例主義というですか、なかなか新しいものに挑戦できない、前の先輩がやってきたから、もう続けないかんとかって意識が非常にあったんじゃないか。そしてまた全体の予算っていうのは、現状を考えますと、増えないだろうと、減りはするだろうと、そんな中で
こうして皆さん方からいろんなご提案をいただくわけですね。ご提案をいただくということは、そういうものを実践せないかん。ということは、新しいものに挑戦をせないかんわけですよ。今言われた通り。しかし、パイが一緒であれば、古いものを見直してやめていかんと新しいものできないじゃないですか。そのためになかなか私みんな行政の中に入っているものはその判断がつきにくい。だから全く違うところの市民の皆さん方に違う角度で見てもらう。それによっていろんな答えを出してもらう。それは必ずしも採用でき、それを採用できるかどうかは全く分かりません。しかしながらそれを言われたから、それを検討し、そしてそれをどう処理するのかということが大切だと思っています。今新しいものに挑戦する、そのためには何かを新しいものを、もう一回言いますが、新しいものを作るためには古いものをやめないかんという理屈は分かれたと思います。そういうためにこの八代市を活性化させるために市民の力、市民の H、 そういうものをいただいて、それを八代の次なる活性化に努めてしていく、これが10月仕分けの一番の目的だろうと私は思っております。以上です。松浦照之君。今の市長の答弁を聞いておりますと、やはり少しニュアンスが違うかなという感じはいたしました。私が言うのはですね、厳しいことは分かるんですよ。だから厳しいからって、そのいろいろ無駄なものを使っちゃならんとか、節約をしようとか、それはいいんですよ。ただそればかりにですね、やっぱり頭を置いとったら、とうとうだん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 、やはりなんていうか、景気も、景気も悪くなって、財政需要も悪くなっていく。でそういうとこ、一か八かですね、やっぱり、やそれに生まれてよかったとか、やっぱり社を元気よくしようとか、そういうやっぱり社にあった施策というものに、やっぱり私は施策というものをやらんといかんなと、そういう思いで、まあ、訴えたわけでありますが、何しですね、社に生まれてよかった、社は活性化のために、本当に楽しい町、そうした町をですね、作る施策の会議といいますか、そうした組織の勝ち上げをお願いをいたして、この講を終わります。松浦照之君。4番目になりますが、この4番目のですね、先のテレビ番組で思うことについてはですね、私が市長の政治性のときに、法のために政治家は足を流し、自分のためには流しちゃならんと、そういう哲学を理解されましたので、この講はですね、いつかまた機会があったらやりたいと。で、今日はこれは削減をさせていただきます。以上、松浦照之君。そこで大きい項目の5番目、熊本八代食堂と取り立て村についてでありますが、これも悪いと私は言いません。で、実際見に行きました。おそらく市長におかれましてはアンテナショップ的考えで、まあ、予算もつけられたと、300万の予算がついていますが、あるいは八代物産戦略ブラン、何だったんですか、八代物産戦略ブランド、まあ、ちょっとそこは分かりませんが、そうした名のもとに300万の予算がつけられていたわけですが、私はですね、
その現場を 見まして、例えれば、の大きい湖の中に、細やか石がポトンと落とす、波長がありますね。その波長ぐらいはあるかなと。ところが、その波長がだん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 倍になって、大きい湖の外まで着くような波長であったらですね、私はすごい施策だと思うんですが、私の感覚ではどうも途中で消えそうだ。そこでですね、本当に、分かりやすく物を申して、申させてもらうならば、一企業の社長がやる施策だ、そういうような思いをいたしましたので、これはです、指摘だけでそういう指摘を出しておきます。この項をこれで終わります。松浦輝之君。そこで今ご無礼なことを言いましたがですね、市長はいつも第一産業農業の活性化なくして八代市は元気がつかないということを言っていらっしゃいます。そこでこれ何かのですねヒントになるかと思いますが、大村夢ファーム収集というのがですね、長崎県の伊佐屋、これは農業法人、生産法人をされているんですが、8県の農家の皆さんが法人化をされ、有限会社収集と言って設立されているわけです。最初は、スタートはですね、平成8年の8月にビニールハウスで、今でいう直売所、自分たちで作った品物を、新しいものをそこで取り立てのを売るということから発足されまして、今、11年ですか、に至っているわけですが、ここが工房、要するにアイス工房あり、パン工房あり、レストラン、このレストランがですね、ぶどうが植えてありまして、そのぶどうの下で食事することになったことです。それもバイキングです。ものすごく好評なんですよ。入れ替わり、立ち替わり、それで大型車がですね、何台も何台も入れ替わり、立ち替わりする。もう一種の観光地になっております。で、今TPP 問題、先ほど言いましたが、そうしたことから考えればですね、第6次産業、もうここは成功されているんですが、この第6次産業で立ち打ちしなくてはですね、とてんとてん TPP 問題は解決はできないと、私は思っております。そこで、ここのですね、一番責任者の人が言われたのが、これからの農業は、女性の方が考え次第、働き次第ですよと、女性の皆さんが頑張る次第で農業はどうにも変わると言われたんです。私も、なるほどそうだと、要するに今でいう女性起業家なんです。いっぱいおばちゃんさんが来て、そして、ちょっとしわも寄っておられたんですが、はつらつとしておられます、本当に。だから自分でやっぱり責任も持ち、夢も持ち、そうして、自分のものとして、働いておられる関係でですね、ものすごくはつらつとして、非常に感じがいいんです。そこで、市長にお尋ねをいたします。6次産業についての市長の認識、そして、女性起業家支援についてお伺いいたします。市長、福島和俊君。はい、なんかやっと私が本気で答えられるような質問があったようでございますが、6次産業、確かにですね、今、国も、これに向かって、いろんな施策を打っていらっしゃいます。実は、八代に関係あるものが、今、大村のお話をされましたけど、八代も捨てたもんじゃないんですね、6次産業は。実は内閣府がですね、認定をしております補助事業、ふるさと起業家、起こすですね、今言われている、起こす家の家
にをですね、全国でですね、いろんな募集をしましてね、その中で全国で101名が応募したんですね。これに対してですね、なんと4名八代市から認定を受けたんですね。この認定を受けた方をご紹介いたしますと、水島町にお住まいの岡山誠さんはですね、規格外トマトの加工所ゴロッとよかトーマトという企画をですね出されて認定を受けております。同じですね、やっぱり今後の松村久子さん、水島町ですが、この方も規格外の塩トマトを使った、ドライトマトなどを作って、名前がですねもったいないプロジェクトという名前に、それと坂本町の妖怪の瀬のすぐ上にありますの方ですが、森谷進さんという方、この方は球磨川産の尺アイやモグスガニを加工してですね、物産館や百貨店での販売を計画されて、結構うまくいっているというのが認定されております。それと今度は趣旨が変わりまして、横手新町港の方に行ったところ、横手新町だから、そこの大横国のところですね、これは自宅だと思いますが、八代の木材に親しんでもらおうと、木材と金属を組み合わせて低コストの家を建てる工法を都会で売り込むというユニークなもの、こういうものがですね、実は内閣府で認定をされました。市長室にもご報告に来られましたが、その企業として、商売として成り立つために国から1人に200万円の支援金が出されている制度でございます。それと、もう一つは先ほど部長が申し上げました新商品開発への取り組みを支援する熊本県の事業としてましても、地域づくり夢チャレンジ事業というのがございますが、これもですね、鏡町の村上智之さん、マグという名前でですね、いぐさの加工工程で発生するこれまで処分されていた切れ端などを利用してアロマオイルを開発をするいぐさアロマ開発のプロジェクトを立ち上げて受賞をされております。それと先ほど言いました水島町の岡山誠さん、この人言い忘れましたけど、焼酎の水島町の、作ってらっしゃる、この岡山さんが八代6期、八代6は、123456の6、それに起こすということで、やはり、流通、規格外のトマトを利用してトマト、ピューレやトマト酢を開発してトマト加工プロジェクトを実は立ち上げられて、この方が熊本県の補助事業をいただいていらっしゃいます。こういう形でですね、八代にも六次産業を大切にして、それを基盤にして、飛び立とうという方がたくさんいらっしゃいます。ただし今のところそれが今言われました大村みたいにですね、大きく設備投資してっていうところまでは行っておりませんが、こういうやる気のある人には、積極的に八代市は支援をしていきたいと思っています。もう一つ女性の、視点をおっしゃいましたが、実はですね、これここに八代マルシュって実はご案内をきました。第1回八代マルシュ10日ですので、明日あさってですかね、ハーモニーホールの多目的ホールでですね、そこに八代のこれ紹介しますと、二見ワッショイファーム、ショイというのが地元の皆さん方に作ってらっしゃいますね。あそこが、11日に2周年があるということでご案内をいただいておりますが、その皆さん方が、ワッショイファームということで、二見のトーチグルメ、二見巻き、とかバンピーとかみかんとかをですね出されるんですね。そうするとですね、もう一つ品具二見でひふみかんという方、いう企画、これは野菜とか、からしれんこんとかが出されます。そして、私も行ったことあります坂本のキッチンハウス、ここはぼたもちを中心に、そうすると太田郷の伊吹館、これはまんじゅう赤飯いなり漬物、それで船長の、ビュー菜館は役場の裏にあります、野菜、惣菜お菓子と鏡の土手かぼちゃと、これ有名ですね。ここも野菜とか、ドーナツとか花とかを、これもほとんど女性の方がですね、自分たちで集まって、このハーモニオールの多目的広場で
10時から、あさって10時から行われます。こういう形ですね、八代も本当に女性が元気で、新しい分野に挑戦しようという方がたちがたくさんいらっしゃいます。そういう人たちにはですね、今熊本県の振興局長と私との共通語は、頑張るもんには応援しようやということが、これ農業とかなんかだけじゃなくて、いろんなものに対してですね、頑張るもんには応援しようやという、キーワードですね、今後もそういう人たちには応援をしていきたいと思っております。松浦輝之君。よかったですね、市長。やっと私が思っていますと言いますか、答弁をいただいた。今市長がおっしゃいました頑張る人、そして新しい道を開く人、そういう人にはですね、大いに応援をお願いをいたしておきます。それと市長がいつも言っておられます日本一挨拶運動、これもいいんですよ。しかし日本一やすろ、女性起業家の日本一の里やすろとか、そういうやすろにしてもらいたい、このことも要望してこの子をおります。以上、松浦輝之君。せっかく19分ぐらい時間があります。ここでですね、私の企画会の議員というのが一番分かるようなことを申し述べてみたいと思います。これは、私は坂田塾、坂田学校と自分では自負しとったんですが、40年50年にもなりますかね、当時その時の当時の市長坂田道夫さんだったんですが、農業後継者育成のために2ヶ月間の共同生活、それが名前が青年建設案、そこでですね、もういつかも言いましたように、朝6時起床、炊事洗濯、そして講義と、もう私が入った当時はですね、まだ10代だったんですよ、若き10代だったんですが、他はみんな二十歳以上の先輩だったんですが、その自由時間がない、一つも自由時間がないと思い、せめてですね、寝食、要するに10時から先は寝食、年番だったんですけど、これから先は自由時間だと思って町に出かけていきました。そしたら、その今でいう、農林課長、その時は農林課長って言ったんですが、部長ですが、ちょぼひげを生やしてですね、現金余暇課長だったんですよ。松浦、どけおるか、来いって、どけおるかって分かっとる場合、今電話しようじゃなくか、お前はっていうようなので、すぐタクシーを飛ばして行くと、あの、日本版の広いとき、腕組んで待っと。何が儲かったかって言ったら、共同生活ぞ、じゃあ俺は立場上お前がどこに行ってどうやって知っとらんばかんって、許可ば取っていけ、おしおし許可取られるか、ちょぼひげ引き取ってくる、ちょぼひげが取ってくるぞとか、いろいろしてですね、よく喧嘩しました。それが坂田道夫市長にも、要するに農林課あたり、その秘書課あたりにもう伝わっとったんです。そういう関係で講師として来られていたんですが、ある時に虫かい、テロシャンというか、テロシャンは私の親父ですけども、テロシャンが息子は虫かい、あの笑顔でですよ、現金をかけなねえ、それだけ言って視聴者で帰っていかれる。私は何も返す言葉なく、ああ笑顔というのも人を教えることができるんだなと、それを悟りました。それとですね、坂田道夫さんの書生としておられたその人が、そこの農事センターの館長をされていたんです。この人はですね、大学時代の自分の武勇伝だけ折り放る。おい、松浦さん、こけけけ、
大学税の悪者の話ばっかり私は指摘かしてらっしゃる。せっかくですね、私は真面目になろうかなと思っとったときに、なんて、ぬじか一枚よか、ああいや真面目かって言って、何に使い物にならんとぞと、まあ、こういうことをして教えられたんです。で、私も迷いまして、とうとう、企画会の方を選びましたので、いまだそのまま成長なしということでありますがですね、しかし、学びました。というのは、私、自由はなか、自由はなかと言っていたんですが、規律の中に、やっぱり自由はあったんですよ。そして、自主的行動によって作り出すものだ。平等というのは、やはり自分が責任を果たすものだ。まあ、そういう共同生活の中で、教えを受けたわけであります。そういう関係からですね、息子さん、もう皆さんも知っての通り、衆議院議長までされた道田さんですが、私が二十歳になりまして、すぐ自由民主党、その時は自由民主党青少年部といって、若い世代の党員といいますか、そうした組織を作られていたんですが、まあ、親父さんを崇拝し、そうしたことでですね、道田さんのその自由民主党青少年部にすぐ席を受けまして、まあ、20年か30年だと思うんですが、共に足をかき、共に喜び、共に泣き笑いです。まあ、そうしたおかげでですね、あの道田先生から学んだこと、それは、欲というものは無である。私利私欲、走るものじゃない。そして欲というものは、取るものじゃないんだ、与えるものだ。政治家を志す者はですね、明日の社会を見てっていうのは、5年、10年先の社会を見ながら、今日足をかける。まあ、そういういろいろな教えを受けたわけでありますが、今の時代には、今私が言った、そうした心の教育といいますか、政治家の哲学といいますか、おそらく合わないと思います。しかしですね、今の時代だこそ、私は坂田塾で学んだこの教えはですね、一番新しいものだと思っております。そこで、まあ、残す人生、もう長くはないんですが、この教えをですね、守りながら、美しい年輪作り、そうした人生のアルバム作っていきたい、このことを市民の皆様にお約束を申し上げ、私の一般質問を終わります。